さあこのウエイト差を跳ね返すことができるのか里村、真っ向から言ったらやはり分はありません。そうですね、正面衝突はダメですよ。伊達さんタレントのイメージしかないんで、今見ててなんかドキドキしてるな。もう普段おお。まあでもこの強いアジャゴングに対してですね、里村がまたこのどういう戦いを見せていくのか、言ってみればこれが本当のアジャの姿ですからね。そうですね。何ですか、里村選手が、どうやらこれは里村が投げようとして、あっとあっとロープに対してこれは下っ腹を投げつけていきましたアジャコング。この一発の蹴り、一発の張り手が非常に効いてきます、はい、抱え上げ、さあどうするか、回すのか体格にぶつけるのか、体格にぶつけそうですね、ぶつけていくようだ。さあコーナーに里村を、さあそしてオランに一発アジャコング、プレスっていうのが100キロだ。おお、切り返している切り返している、かかと落としみたいな感じですね。これはいや、瀬野さん、実はですね、里村はそのアジャの技を非常に研究してきて、今日はアジャの一つの技に対して最低5つの切り返しは持ってきたと言っているんですが、これもそうですね、この辺りもそうなのか、このままロックに入っている。